日本の一般的な会社員の平日の過ごし方についてお話ししていきましょう。朝は目覚まし時計やスマートフォンのアラームで起床します。午前6時半から7時に起きる人が多いです。ベッドから起き上がったら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。 太陽の光を浴びると気持ちがいいです。次に顔を洗いましょう。シャワーを浴びる人もいます。シャワーを浴びると体も心もすっきりした気分になります。次に朝ごはんを食べましょう。日本の朝食といえば和食です。ご飯、味噌汁、 焼き魚が一般的です。しかし、朝はあまり時間がないため、パンやプロテインを食べることで、簡単に済ませる人も増えてきています。また、最近は朝ごはんを食べない人も増えてきています。皆さんはいつも朝ごはんを食べていますかまた、 朝ごはんは何を食べていますかぜひコメント欄で教えてくださいね。朝ごはんを食べ終わったら食器を片付けた後着替えをしたり歯磨きをしたり髪をセットしたりと身支度を整えましょう。身支度を整えたら家を出ます。靴を履いたら行ってきます。 と言って、ドアを開けて出発しましょう。会社までの出勤方法は人によって異なります。公共交通機関である、電車やバスを使う人もいれば、車や自転車、徒歩で出勤する人もいます。皆さんは会社に行くときは、どのような手段で出勤していますか 会社に着いたら、まず、挨拶をしましょう。おはようございます、と挨拶を交わすと、元気が出てきます。自分のデスクに着いたら、パソコンを開いて、メールのチェックや、今日一日のスケジュールの確認、タスク整理をします。朝礼を行う会社もあります。朝礼では、 前日の業務報告や今日の予定の確認をみんなで行います。午前中は会議や打ち合わせがある場合が多いです。早速準備に取り掛かりましょう。会議資料の作成やデータ入力などのデスクワークをこなしていきながら電話対応や書類整理なども行いましょう。 12時頃になったらお昼休憩になります。お昼休憩の過ごし方も人それぞれです。会社の社食で昼食をとる場合や外に出てランチをする場合があります。また持参したお弁当を食べる場合もあります。昼食後は休憩スペースでリラックスしたり同僚との会話を 楽しんだりします。お昼休憩が終わったら午後の業務に取り掛かりましょう。午後の会議では午前の業務の振り返りや午後の業務の進行状況の共有が行われます。プロジェクトチームや部署ごとの会議が行われることが一般的です。また、 書類作成やデータ入力などのデスクワークも行われます。午前の会議での議事録作成や報告書の作成などが含まれます。クライアントからの問い合わせや要望に対応する時間が設けられることもあります。電話やメールでの対応が主な業務となります。そして、 プロジェクトの進行状況を確認し、課題やリスクの把握を行い、必要に応じて修正や対策の検討も行われます。夕方頃になると、午後の業務のまとめを行い、日報や週報、月報などの報告書を作成することがあります。午後の業務は午前と比べると、 集中力が低下しやすい時間帯でもあるため、効率的な業務管理が求められます。チームメンバーや上司との連絡を取りながら、業務を進めていきましょう。18時頃になったら、退社します。お疲れ様でした。お先に失礼いたします。など、気持ちよく挨拶をして帰りましょう。 日本の会社員は大体一日に8時間ほど働いています。8時間を超えると残業問いもらえるお給料が増えます。しかし給料が増えるからといって喜んで残業する人はあまり多くはないです。家に帰り着いたらお風呂に入るか晩ご飯を食べます。 お風呂に入ると体と心がすっきりして気持ちよくなり、晩ご飯を食べるとお腹がいっぱいになり満たされた気持ちになります。どちらを先にするかはその時の気分で決めることにしましょう。その後はまず家事をします。食器洗いや洗濯、掃除などを済ませましょう。 家事が終わったら家族との会話を楽しんだり趣味に時間を費やしたりしましょう。読書やテレビ、スマートフォン、ゲーム、スポーツ、勉強など自分の時間を満喫しましょう。皆さんは家にいるときは何をして過ごしていますかぜひ、 コメント欄で教えてくださいね。そして適切な睡眠をとるために早めに寝るよう心がけましょう。日本人はだいたい午後11時から12時に寝る人が多いです。寝る前には歯磨きを忘れないようにしましょう。また今日の出来事を振り返り、 やり残したことがないかなど、チェックしてもいいですね。日本人の寝具は、布団かベッドかの、どちらかになります。日本人でも、この身が分かれるところです。日本国内を旅行する際は、ホテルに泊まる場合は、ベッドが多く、旅館に泊まる場合は、布団が多いです。 自分の好みに合った方を選ぶようにしましょう。日本人は基本的に家に帰ってから晩ご飯を食べることが多いですが、帰宅途中にお店で食べることもよくあります。一人で飲食店に行くこともあれば、会社の同僚や上司と居酒屋に行くこともあります。 日本の居酒屋はいろんな種類があり同じ料理にしてもお店によって味付けが異なるためどのお店に行くかいつも迷います居酒屋ではお酒を飲みながら同僚や上司と楽しい時間を過ごしますこれを飲み会と言いますお酒を飲むとテンションが上がり とても楽しくなるので、一軒目では終わらず、二軒目や三軒目まで行くこともあります。ただし、次の日も仕事がある場合は、アルコールや疲れが、次の日に残らないように、ほどほどにしておかないといけませんね。そのため、金曜日の夜は、翌日が休みの場合が多く、次の日のことを気にせずに、 お酒を飲むことができるため、花の金曜日といい、これを略して花金と呼びます。もし金曜日の夜に日本人と食事や居酒屋に行く機会がありましたら、今日は花金ですね。楽しみましょうと言ってみてください。きっと喜んでくれると思いますよ。 いかがでしたか皆さんの一日の過ごし方と異なる部分や不思議に思ったことなどありましたらぜひコメント欄で教えてくださいね。今日のお話はこれで終わりです。グッドボタンとチャンネル登録をしていただけるともっと動画を作れるようになります。 お友達にも紹介してもらえると嬉しいです。またこの動画の感想をコメント欄で教えてくださいね。今日は日本の一般的な会社員の平日の過ごし方についてお話ししていきましょう。朝は目覚まし時計や スマートフォンのアラームで起床します。午前6時半から7時に起きる人が多いです。ベッドから起き上がったら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。太陽の光を浴びると気持ちがいいです。次に顔を洗いましょう。シャワーを浴びる人もいます。 シャワーを浴びると体も心もすっきりした気分になります。次に朝ごはんを食べましょう。日本の朝食といえば和食です。ご飯、味噌汁、焼き魚が一般的です。しかし朝はあまり時間がないためパンやプロテインを食べることで簡単に済ませる人も増えてきています。 また最近は朝ごはんを食べない人も増えてきています皆さんはいつも朝ごはんを食べていますかまた朝ごはんは何を食べていますかぜひコメント欄で教えてくださいね朝ごはんを食べ終わったら食器を片付けた後着替えをしたり 歯磨きをしたり、髪をセットしたりと、身支度を整えましょう。身支度を整えたら、家を出ます。靴を履いたら、行ってきます。と言って、ドアを開けて出発しましょう。会社までの出勤方法は、人によって異なります。公共交通機関である、電車や、 バスを使う人もいれば、車や自転車、徒歩で出勤する人もいます。皆さんは、会社に行くときは、どのような手段で出勤していますか会社に着いたら、まず、挨拶をしましょう。おはようございます、と挨拶を交わすと、元気が出てきます。 自分のデスクに着いたら、パソコンを開いて、メールのチェックや、今日1日のスケジュールの確認、タスク整理をします。朝礼を行う会社もあります。朝礼では、前日の業務報告や、今日の予定の確認をみんなで行います。午前中は、会議や打ち合わせがある場合が多いです。 早速準備に取り掛かりましょう。会議資料の作成やデータ入力などのデスクワークをこなしていきながら電話対応や書類整理なども行いましょう。12時頃になったらお昼休憩になります。お昼休憩の過ごし方も人それぞれです。会社の社職で 昼食をとる場合や、外に出て、ランチをする場合があります。また、持参したお弁当を食べる場合もあります。昼食後は、休憩スペースでリラックスしたり、同僚との会話を楽しんだりします。お昼休憩が終わったら、午後の業務に取り掛かりましょう。午後の会議では、 午前の業務の振り返りや午後の業務の進行状況の共有が行われます。プロジェクトチームや部署ごとの会議が行われることが一般的です。また、書類作成やデータ入力などのデスクワークも行われます。午前の会議での議事録作成や 報告書の作成などが含まれます。クライアントからの問い合わせや要望に対応する時間が設けられることもあります。電話やメールでの対応が主な業務となります。そして、プロジェクトの進行状況を確認し、課題やリスクの把握を行い、必要に応じて、 修正や対策の検討も行われます。夕方頃になると、午後の業務のまとめを行い、日報や週報、月報などの報告書を作成することがあります。午後の業務は、午前と比べると、集中力が低下しやすい時間帯でもあるため、効率的な業務管理が求められます。 チームメンバーや上司との連絡を取りながら、業務を進めていきましょう。18時頃になったら、退社します。お疲れ様でした。お先に失礼いたします。など、気持ちよく挨拶をして帰りましょう。日本の会社員は、大体1日に8時間ほど働いています。 8時間を超えると残業、問い、もらえるお給料が増えます。しかし、給料が増えるからといって喜んで残業する人はあまり多くはないです。家に帰り着いたらお風呂に入るか晩ご飯を食べます。お風呂に入ると体と心がすっきりして気持ちよくなり、 晩ご飯を食べるとお腹がいっぱいになり満たされた気持ちになります。どちらを先にするかはその時の気分で決めることにしましょう。その後はまず家事をします。食器洗いや洗濯、掃除などを済ませましょう。家事が終わったら家族との会話を楽しんだり、 趣味に時間を費やしたりしましょう。読書やテレビ、スマートフォン、ゲーム、スポーツ、勉強など自分の時間を満喫しましょう。<noise> 皆さんは家にいる時は何をして過ごしていますかぜひコメント欄で教えてくださいね。<noise> そして、 適切な睡眠をとるために早めに寝るよう心がけましょう。日本人は大体午後11時から12時に寝る人が多いです。寝る前には歯磨きを忘れないようにしましょう。また今日の出来事を振り返りやり残したことがないかなどをチェックしてもいいですね。 日本人の寝具は布団かベッドかのどちらかになります。日本人でも好みが分かれるところです。日本国内を旅行する際はホテルに泊まる場合はベッドが多く旅館に泊まる場合は布団が多いです。自分の好みに合った方を選ぶようにしましょう。 日本人は基本的に家に帰ってから晩ご飯を食べることが多いですが帰宅途中にお店で食べることもよくあります。一人で飲食店に行くこともあれば会社の同僚や上司と居酒屋に行くこともあります。日本の居酒屋はいろんな種類があり同じ料理にしても お店によって味付けが異なるため、どのお店に行くか、いつも迷います。居酒屋では、お酒を飲みながら、同僚や上司と、楽しい時間を過ごします。これを、飲み会、と言います。お酒を飲むと、テンションが上がり、とても楽しくなるので、一軒目では終わらず、 2軒軒目目や3ままで行くこともありますただし次の日も仕事がある場合はアルコールや疲れが次の日に残らないようにほどほどにしておかないといけませんねそのため金曜日の夜は翌日が休みの場合が多く次の日のことを気にせずにお酒を飲むことができるため 花の金曜日といい、これを略して花金と呼びます。もし金曜日の夜に日本人と食事や居酒屋に行く機会がありましたら、今日は花金ですね。楽しみましょうと言ってみてください。きっと喜んでくれると思いますよ。いかがでしたか 皆さんの一日の過ごし方と異なる部分や不思議に思ったことなどありましたらぜひコメント欄で教えてくださいね今日のお話はこれで終わりです本日もありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう